どうぞ。皆さんこんにちは。こんにちは。はい。何これぐだぐだな入り。まあまあまあ。いやいやいや。今日の企画はまあミスターチャンネル唯一の好評の。これの。これ？好評やろ？これ。これの。好評。好評のいるかいないか。禁断の遺跡話。遺跡話の話ですね。まあ来シーズンいるかいないかでしょ。まあまあそうですね。うん。うん。まあこれはあくまでもミスターチャンネルの予想ですから、来年シーズンいるか、うん、いないかっていうのをメンバーをちょっとね、うん、やっていくってことですよね。まあ監督がね、ですね、今期限りということで、はい、大幅に変わるのではないかというふうに、うん、ちょっと今嫌な時期だからね、うん、ほんとね、まあほんと今からねどんどん移籍の話はどんどん出てくるんで、うんうん、まあその時期はやっぱりミスターチャンネルはね、こういう時こそトリニータの選手が早いですね、動きがね、うん、今回早かったね、いつもね、なんか珍しくね。まあまあでもこれ皆さん気にしてるところだと思うんで、まあまあそうですね、まあみんないてほしいけど、はい、そんなね勝負の世界ですから、まあ今日はねちょっと緩い感じでちょっとね、うん、来シーズンいるかいないか、はい、温かく見守ってそうそう、ね、緩い感じでいきましょうか、はい、じゃあ新加入選手からいこうか。そうですね、うん、まあ、新加入選手はね、大体そうね複数年っていうことなんで、じゃあ安田選手からいく、うん、いや俺はもういると思うよ。そうですね、もうここはいるんでしょうね。ここはもうすっすいこっか、うんうん、はい、いる、はいはい、安藤、あもうこれはもういると思う、複数年契約してると思うんで、うん、そうですね、まあ今ばかり、はい、今ばりからね移籍してきたからいると思います、はい、いると思いますか、はい、高橋選手は、どうですか？ちょっと出場機会がね、今年唯一なかった選手なんで、うん、ちょっと試合出てないからね、絡めてないし、うん、ちょっと J リースぐらいに来てほしいね。お、CRO J リースで九州リーグもね、そうですね、はい、すごく苦戦してますからね。難しいリーグなのよ。で、そこでね、厳しい環境で一回鍛えた方がいいかなと思う。うん、まあ出た方がね、うん、一回ね、まあ、出場機会っていうのも含めて、うん。一回そこで経験してほしいね、うん。で、じゃあいないっていうところで。はい。はい、テイシエイダ。これも契約残ってんじゃねえかなと思う。これあれ、期限。あ、そうなんだ。今年で切れます。はい、あ、じゃあもういないか。レンタルで。うん、そうですね。いないようです。外国人はちょっと、うん、もうちょっとね、高い。そこはね。あ、そうそう、円安で、うん、まあ、そう変わるよ、100円が150円になる、そう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 、1.5 倍になるわけなんですか。デルダン、もうきび、まあちょっともう金額的なもので、デルダンいない、デルダンいないでいい、いやまあまあ、まあ、いいですか、いてほしいです、いてほしいもちろんもちろんみんな、うん、みんないてほしいですよ。鮎川、もう鮎川いないよ、それはもう、そうですね、いやいないです、あ、いないか、鮎川はいてほしいけどな、まあ、でもさ、もしかしたら某監督になった時に交渉してくれる可能性がありそうな感じだしね、うん、まあ、もし、あ、そうっす、そうっすね、分かんないよね、まあ鮎川選手もね、来シーズン、うん、大事なシーズンになると思うんで、そうですね、オリンピックが絡んでくるんで、そうそう、やっぱり出場できると、出場っていうところがやっぱり鍵になるんで、ですよね、佐藤情勢、佐藤情勢はまあそういると思います ね、まあ、そうですね、佐藤情勢もね、 J リースとかね、1年間ちょっと修行しにできるチームで経験した方が面白いと思うんやけどね、うん、あ、まあでも来季は結構育成に重きを置くところもあるから、ああ、チャンスはあるか、うん、じゃあ面白いと思いますよ、はい、池田、これもまあ沖縄から来たばっかだから、ね、契約は残ってそう、運営してるんでね、とは思いますね、いるとは思いますね、はい、なんでこれ、しげもね、秋田から今年来たばっかなんで、うん、まあ年齢とか考えてやっぱり複数年契約してんじゃないかなとは、予想では。まあここはやっぱ主力にあとなってもらいたいところなんで、ね、うん、ね、まあ、怪我がね。そうだね、今年もなったけど、怪我で。そうそう。荒井も秋田から来て、まあ1年目なんで、まあ複数年してるでしょう。うん、いる、うん。いるでしょう。はい、うん、松尾、ああ、松尾も大卒からだから、うん、まあ複数年してるでしょう。まあ普通に考えたらいますよね。いる。うん、どっかから抜かれるとかないですか。まだそこまで活躍してねえからね。まあいるでしょう。来年1年頑張ります、はい。終わりましたよ。ありがとう。じゃあ羽田から行きますね。はい。はい。いいですよ。ああ、でもどうなんすかね。羽田俺いないと思うんだけど。あ、取られる。取られるっていうか、今何年目かな。そうですね。3年目、うん、俺はもっとちょっと環境変えたい可能性もあるね。なんか出たり出なかったりして、うんうんうん、
1年間通して出れるチームでやりたいんじゃないかなと、いいオファーがあれば出る気がする。そうですね、うん、うん、じゃあ俺の意見やけど、はい、どう、じゃあ同じで大事なえ自分の意見言ってくださいよ。そうよ、そんな忖度しないでください。はい、トネ選手、はい、ちょっともうね、出てなかったんでね、なかなか厳しいっすよね。それはもう同意見ですよ。すいませんね、申し訳ない。めっちゃジムですね、ごめんなさいね。あ、同意見。もうちょっとトネは今シーズン出場機会が怪我が多かったんでね、うん、頑張ってほしかったけどね、うん、まあちょっといない方に しちゃかわいそうやけど、トネちゃん真面目なよこいつは、ねが。なんで頑張らんのか、もっと頑張れ頑張れ頑張れよ、ウィー。香川ね、香川難しいね。まあ終盤戦になって出場機会はいましたね。でもご自身は、うん、まあ、下がってでも、うん、まあ、大分残りたいなというようなことは言ってたんで、じゃあもういるんじゃない。そうっすね、うん、まあでも使いやすい選手っていうか、うん、まあ、監督からしたら、うんうん、本当にいてほしい選手だと思う、まあ、センターバックもできることを証明したんで、ね、俺はセンターバックが厳しいと思うかな。うん、そこはちょっとね、やっぱりサイドバックの方がいいのかなと思ったね、うん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 、藤本、もうこれ人気銘柄でしょ。あ、これ夏にもね、話し合ったみたいだから、ね、うん、まあ取られちゃうんじゃないかな、まあ、俺は、まあ、羽ばたいてほしいですね。まあ、まあ、みんな多分見てる人も思ってると思うけど、まあ、藤本はどっか行くだろうなとはね、うん、やっぱり活躍しちゃった選手だから、そうっすね、今年ね、はい、サムやん。サムちゃん、もうサムちゃん今年ちょっともうあれだったね、ほんとね、残念だったね。残念でしたね、うん、まあもっとやってくれるとね思ったんだけど、今シーズンのパフォーマンスはちょっと不甲斐なかったね。うん、そうですね、厳しいですね。あ、まあ、体重もオーバーしてきて、うん、ポテンシャルはめちゃくちゃやっぱりみんな高いっていうのよ。うんうん、それはもう強化分も認めますよ、うん、認めてますね、それは。でもやっぱりこの監督との信頼関係、スタッフとの信頼関係、うん、また選手とのバランス、うん、やっぱり他の選手の方がやっぱり練習からしっかり頑張ってるから、うん、やっぱりそれは監督は選ばないよね。うん、まあでもいると思う俺は。まあ監督変わるし、うん、ね、監督次第ではね、ほんとスーパーな選手になると思うよ。あ、まあ、あとコンディション次第ですね。ああ、コンディション次第。はい、ヤシ、はい、次は屋敷。屋敷は今前十字切ってるし、うん、まあ契約もね1年目だからあるとは思うんで、うん、まあいる、ね、この辺はいる。そうですね、はい、ウェービス、あ、この辺がちょっとまた難しいな。ウェービス俺いないと思うわ。まあ、うん、そうですね、うん、取られる、うん、取られるか、うん、ポテンシャルっていうかやっぱり能力が高いんや、うん、うん、だから、ね、まあまあ、まあ、人気は、まあ、幅たいてほしいんで、 J2 のところで話はあるとは思うんだけどね。うん、俺はもうちょっといない方にしたいね、うん、どう、羽ばたいていくと思います。はい、サカ、うーん、どうですか、坂は。ちょっと年齢と今シーズンの出場機会を考えると、ちょっといないくなるんじゃないかなっていう感じかな。ね、怪我もあってね、かわいそうだったけどね、真面目だからね。高畑、あー、来ましたね、高畑。ここでも。ここは、賛否あるんだろうね。うん、いや、まあオファーがね、わかんないね、うんうん、ちょっとね、いいパフォーマンスの時もあれば、うん、悪い時のパフォーマンス波があるよね、やっぱり高畑ね、うんうん、あと守備がちょっとね、うん、まあ本人も言ってましたね、うん、守備が課題になったということは、うん、いてほしいけどね。そうですね、ちょっとそこはうん、いる方にしよう、はい、うん、アカデミー出身ということで、来年ね1年間通して、うん、出場してある程度のアシストとか、うん、せれば出ていってもいいかな、出ていってもいいかなって、出ていって活躍ね、うん、もっとねっていうとこあるけど、どうですか。いや、いいと思いますね。じゃあいるにしておきます。いい、いないと困る選手やもんね、うん、正直ね、うん、はい、はい、あー来ましたよ、問題児問題児って言われる問題児ではないです、ね、お笑い担当の野村選手ねちょっと違いますけど、はい、お笑い担当じゃなかったっけかね。違いますけど、まあ、今期はね、もう1年フル稼働するっていうことは証明できましたんで、ね、言うことないけどね、うん、あ、いてほしいね、うん、いてほしいけどね。ちょっと監督変わるんでね、やっぱ今まで今期の
やり方とはまた違ってくるんで、うん、ちょっと使われ方も変わってくるし、あ、某監督になった時はちょっとあれかもしれないね。うそうですね。でも愛おしいね、今年のパフォーマンス見たらね。いてほしいけど、どうなんですかね。まあでもいないようにしとこう。え？え？いやー悩むね。悩みますね。真ん中にじゃん。いるいない側のこっちより、まあ、そういうとこが、まあここはちょっとね、新しい選択肢が多い。いや、そうでしょ。このチームで一番選択肢が多いんで活躍してるし、まあ、そうですね、まあ年齢もあって、うんうん、そこは、うん、まあ監督によるんじゃない。だから新たな監督で判断すると思います。野村は、はい、宇都本、あ、いるいるでしょうね。うん、まあ宇都本もね、開幕戦ゴールしたりとか。うん、なんかちょいちょいね、いいところでゴールしたけど、後半戦は全然ちょっと絡めてなかったんでね、うん、1年間ちょっとね、出れるように、うん、出れて得点に絡めるようにすれば、また選択肢も増えると思いますね。うんうん、まあ、いるっていうことで。あのだけね、こいつも、これでもね、前半戦からボランチでしたから、最初。で、最後はサイドバックですよ。ね、この、またね、人がいい。うん、真面目。どうします、 いてほしいね。まあ、いてほしいですけど。まあ、いるでしょう。どうですか。まあ、いてほしい選手ではありますけどね。うん、でも今シーズンね、見せちゃったんで、ボランチもできるし、サイドバックも、まあ、サイドの選手だったけど。他からオファーはありそうなんで。あると思うね。真ん中？真ん中。そうですね。2人目の真ん中？いや、若干こっちよりの。こっちよりの。いない組の？あ、いない組のこっち？はい。あ、いない組の、中間。中川選手、まあ下平監督の連れてきた選手っていうこともあってね、次監督変わってどう判断するかでしょうね。監督によるね、中川のね、使い方はね、どうやろうね、これどう、このやっぱまたここの中間やろうな。いない組の中間ね、いない組の中間、うん、野村はいる組の中間、いない組の最こっちよりいる。急にその像増えてきますね。ああ、もうこいつはここでいいんじゃないか。そうですね。もう、まあ、ここでもう引退して、最後宣言したんでね。もう大分で引退してもらうとね。うん、もう最後はもう完全燃焼。うん、うん、もう全部大分のために頑張ってほしいね、司はね。うん、ああ、長さ難しいね。難しいですね。俺はいてほしいね。タイプ的にはいないから。うん、いてほしい。うん、でも次の監督使います、その高さは。いや微妙なのよ、だから、うん、ここがまたそのゾーンここじゃね、もう監督による、ほんと、これは下さんが継続してやってたらやりやすいけど、うんうん、今回はちょっとまだ監督も決まってない時に、そうですね、うん、ちょっと難しいですね。あ、渡辺です。また難しいなー。俺はこれいる方にしたいけどね。そうですね、はい、で柱になってほしいですね、来シーズンね、うん、もう本当エースとして、うん、すごく重要な来シーズンになるんじゃないかな、うん、そうですね、うん、いるにしとこう、うん、いないと困るからね、また、うん、じゃないとどんどんいない方になるんじゃないかな。いっさ、まあいる、いてよ、もう生涯トリニータで、いる、いや大分に、まあ13番つけてる以上いるやろ。そうですね、そうですね、こいつに頑張ってもらうとね、ね、うん、ミスターになってもらわないと、あ、イサには厳しくなっちゃうからね。まあ今年のね、守備とか、まあ、プレスとかはもう本当にイサがね、うん、頑張ってくれてるから後ろ選手相当助かったと思うんだけど、うん、やっぱり前半戦は、うんうん、フォワードだから、うん、それをしつつ、うん、来シーズンはゴールっていうところも取ってくれればもう言うことなくなるからね、うん、本当やっぱりゴールとやっぱり前線でのそこのね、うん、起点になるところとかポストプレーっていうところはまだまだだから、うん、他の部分でねすごく貢献度が高いけど、うんうん、まあやっぱりそこを今後彼の課題だと思うんで、うん、そこが取れるようになったら本当にもう絶対的なストライカーになってくると思うんで、うん、もう期待度は高いからみんなの、うん、もう言葉じゃなくてねプレーで引っ張っていってほしいね。熱く語りますね、伊佐選手が。なみなみならぬ思いが。そりゃそうでしょ。まあまあ、そうですね。やってもらうと困るからね。はい、西川、まあこれはいるでしょうね。うん、ああ、まあまあ、彼もね、来シーズンは本当に。あ、今年いい経験しましたよね、うん、でもね。そうそうそう。これは本当にいい経験したと思うんでね。うん、来シーズンは本当ね、正ゴールキーパーに
自分がなるんだっていうくらいの覚悟でやってほしいね、うんうん、また真面目だから、うん、ああヤマトねこのベテラン枠をどうね次の監督が考えるかっていう俺いると思うわ、うん、次の監督、うん、好きだと思うの、うん、このタイプは好きでしょうねいる次の監督決まってないのになんで2人は決まったみたいに話してるの次の監督誰なんですかいや可能性が好きでしょうねだからそんな風にねまあ出てるじゃんだいぶね出てるからその人と思って今そういう感じやってるわけだから噂のね噂のね、うん、はいだとしたらってことだとしたらねっていうことでこれもまた難しいねー難しい弓場ああいてほしいですけどねまあでもオファーがどこから来るかで、うん、多分 J2 であれば多分大手に残る、うん、のかなという印象はありますけど、うん、もしでも J1 からいいオファーがあれば、うん、もう羽ばたいてもおかしくはない選手、うん、確かに魅力的なオファーあれば行くかもね、うん、J1 からね、うんいるおあら急に信じてみたもう1年もう1年いますもう1年、うん、ほうで J1 があればまあいるんじゃないのわからんいてほしいですけどねいやいてほしい、ね、もちろんもちろんいてほしいですけどねいてほしいけどね、うんまあでも早めに出てって、ねうん、他のチームで経験するっていうのも、ねまあ、選手としては、まあ、彼も多分人生プランっていうか、うんまあ、代表にも早く入って、うんまあ、海外も視野に入れてるんでると思うからそうなるとやっぱり早めにねそういうチームでやった方がいいのかなっていう、うん、岩田智樹選手ルートで、まあ、でボランチでそういう選手なかなか今大分でいないじゃん、うん、ね、うんじゃあいる、うん、いないその中間層に置いて中間多いなぁなんだこれ中間ここら辺に置いとく、うん、あはいペレイラあもうペレイラ最後やそうですね、うん、ペレちゃんはペレちゃんはまあお金次第じゃねえの予算的に僕は厳しいと思います、うん、じゃあ厳しいところにしとく、うんうんやっぱいてほしいですよね、やっぱ予算がちょっとそこだよね、まず本当に削減されるんでもうこれで全選手かなはいいいですかあれ足りない選手いたら本当マジでやばいよ、ね、考えて怖い怖い怖いよ、これは普通準備しといて皆さん大丈夫ですよねえあのよくありますからね、うちのチャンネルいや、マジでこれで、あ、いな僕いないんですけど、いや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 、大丈夫はい、あ、確認したところ全選手いましたねはい、いました大丈夫でしたね、はい、あ、よかったです、うん、まあこういう形になりましたけど、どうですか見た感じ、パッとまあ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 でも2大選手が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あくまでも予想あくまでも予想やからねそうあだから10人ぐらい10人ぐらいかなって大体でも10人ぐらい、まあ、そうですよね、うん、毎年10人とかそんぐらいねこれはもうね、うん、まあスタッフもね今日リリース出ましたけどね、うんうん、だから新たな監督が、うん、コーチ陣も、ねうん、連れてくる言ってましたね、まあまあ、うん、妊娠するんでしょうね、うんうん、だからそういうのももう変わっちゃうんでね、うん、体制が、うん、今日はどうでしたこういう感じになりましたけ、ね、ど、まあ、切ないけどね切ないですね切ないけどこういうのもやらないとね、うんうんでもよくみんなね、うん、前半戦特にねそうですね良かったですね、うん、前半戦はなんとかね、うん、あでも残り4試合4-3-3良かったですよねいや俺もね来シーズンに特にまたホーム最終戦、うん、ホームじゃなくて最終戦の試合の前半なんかね、うん、あれ最高でしたね最高でしたよ、うん、もう群馬に何もさせなかったし、うん、あれがね理想な攻撃的なサッカーだったので、まあああいう試合をね見せてくれたらお客さんも喜ぶと思うしね、うん、また応援しようっていう気にもなると思うんでね、うんうん、また来シーズンに期待しましょうそうですね、はい、また新加入選手とか出てきましたらさ、ね、また伝えていきましょうかう、ねうん、はい、あとは伝えることと言えばあれですか忘年会する感じかな誰か選手の年末恒例のね楽しみですね、ね、まあグダグダな、うん
感じになるけどね。決まり次第、決まり次第皆さんに報告しますんで、はい、はい、じゃあ今日はこういう感じで終わりたいと思うんで、 あと報告といえば湯野さんと、ああカレー、湯野さんがゴーゴーカレー買ってきたの金沢、そっちもいいですか、何ですかこれ、金沢、金沢行ってきたっていう証拠、そう証拠だったかもしれない、いやいや、お土産ですよ、お土産、誰にお土産だこれ、それはミスターとスタッフの方に、あ、そうなん、はい、本当、生配信の時にほらサポートに聞いたから何が美味しいかって、 あだからゴーゴーカレー、すごいなやっぱり、あとゴーゴーカレービールえそんなんの、あそうです、これ合うみたいですよ、マジで、ぜひ、でも俺今日昼カレー、あでも金沢行ったら金沢行ったらこれ見てるっていうことにかなりあって、あマジで、はい、で、ね、あと一人すごかったのがミスターの2019年に名古屋との試合のホームで、うん、ミスター決めて、うん、で東選手が決めて逆転した試合あるやん、 あ、はい、あれを見てサポーターになったっていう人に会いました、あ嬉しいね、ぜひよろしくと、命ミスターに、さすがだね、よう金沢まで行くなと思ったけどそういうの言われると嬉しいよね、 いい収穫でした ね、はい、こんなお土産までいただいてね、はい、まあ、美味しくいただきますので、 ぜひありがとうございます、はいはい、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思うのでまた次回も楽しみにしておいてください皆さんさよなら